前回の動画で Adobe Premiere Pro のエッセンシャルグラフィックスを使った文字の入れ方や文字の装飾について解説しましたけども、エッセンシャルグラフィックスは文字だけでなくて図形を入れたり、また便利な機能もいろいろありますんで、今回はそれらをご紹介したいと思います。前回と同様なんですけども、この動画は私の担当する某大学の映像制作の授業の受講生にエッセンシャルグラフィックスの基礎を解説するために制作しているんですけども、プレミアプロ初心者の方も役立つかもしれませんので、興味ある方はそのままご覧ください。まず画面が真っ黒というのも寂しいですから、薄いグレーの映像を入れておきましょう。前回説明しましたように、まずエッセンシャルグラフィックスのウィンドウを開きます。ここは編集を選択しておきます。そして画面左側の四角いアイコンをクリックすると、長方形ツール、楕円ツール、多角形ツールというのが選択できますから、まず長方形ツールを選んでみましょう。画面をドラッグすると四角い図形が描けます。この時エッセンシャルグラフィックスのウィンドウの操作ですけども、文字の時と同様です。中央に揃えたり、この数値で好きな場所に動かしたり、選択ツールによってドラッグで場所を変えることもできます。アビランスのところも同じで、色を変えたりグラデーションをつけられます。グラデーションの角度はこのハンドルで決めていきます。次に楕円ツールを選んで書いてみましょう。選択ツールに持ち替えて楕円の大きさを変えることもできます。色も同じように変えられます。そして多角形ツールです。ドラッグすると三角形が出来上がります。これも色を変えておきましょう。そして多角形では整列と変形の一番下にこのようなマークが現れるんですけども、 W と H は横と縦の大きさですね。右の数字を動かすと角を丸くすることができます。おむすびみたいになりますね。一番右の数字は3となっていますけども、この数字を上げていくとこのように多角形を作ることができます。丸を少し上の位置にして、次ペンツールの説明です。ペンツールを使うと自由に点を打っていって好きな形を作ることができます。色を変えておきましょう。角の部分をオプションキーを押しながらドラッグすると角に丸みをつけることができます。いろんな図形を描くことができるということはお分かりいただけたと思いますけども、それらの図形はここにレイヤーとして表示されています。シェイプと書かれた部分をクリックするとどの図形を選択しているのかが分かります。図形が重なり合っている時でもどの図形かすぐに選択できますね。シェイプという名前は書き換えることができます。作業しやすいように名前を付けてください。そして順番を変えると重なり具合を変えることができます。上に持っていくと重なりの上の方になります。このようにいろんな形の図形を描くことができます。次に線の引き方ですけども、ペンツールを使います。図形を作るのに使ったペンツールですね。2箇所クリックすると線が引けます。ただアビランスは塗りのチェックは外して境界線だけチェックを入れます。そしてこの数値を上げると線が太くなります。必要な太さにしてください。シフトを押しながら横方向に2箇所クリックすると水平線が引けます。シフトを押しながら縦方向に2箇所クリックすると垂直線が引けます。
先ほど図形を描きましたが、塗りのチェックを外して境界線のチェックを入れると線だけで形を作ることもできます。エッセンシャルグラフィックス、文字だけでなくいろんな図形を描いたり線を引いたりできるということはお分かりいただけたかと思いますけども、ではこれをどう利用していくのかということなんですけども、それはクリエイターのアイデア次第ということになります。使用例をいくつかご紹介します。まず先ほどの線を引くというのは文字のアンダーラインに利用できますね。文字のアンダーラインはこうした図形ツールを使わなくても文字を選択してここをチェックすればアンダーラインは引けるわけですけども、線の太さや色なんかを自由にしたいということであればペンツールで線を引いた方がいいでしょう。それから文字の座布団の制作ですね。これも文字を打った後背景にチェックを入れれば簡単に座布団ができるという説明を前回の動画でやりましたけども、座布団の縦や横のサイズを自由に描きたいということであれば四角の図形で作った方がいいでしょう。四角で座布団の形を作って色を決めます。文字が後ろに来てますから文字を前面に出します。四角に縁をつけてみましょう。また背景ツールでは座布団にグラデーションはかけられませんけども、こちらはグラデーションを使えます。そして吹き出しを作ることもできますね。いろんな形の吹き出しを作れます。また前回の文字のところでも説明しましたけども、テキストでマスクというのがありましたけども、これは図形でも使えます。これを利用してピクチャーインピクチャーを作ってみましょう。この映像の上に小画面を作ります。四角い図形を描きます。この女性リポーターの映像を入れます。この映像をシェイプレイヤーの下に入れます。そしてシェイプを選択します。文字のところではテキストにマスクとなっていましたけども、ここではシェイプでマスクとなっています。ここにチェックを入れます。下の映像が抜けますね。女性が四角の中に来るように位置を移動します。これでピクチャーインピクチャーが完成です。前回の動画と今回の動画でテロップの作り方や図形の描き方なんかを説明してきましたけども、あといろんな便利な機能もありますんで、そちらの方もご紹介していきます。文字を打って塗りとか境界線とかを設定して、同じ設定で別の場所に文字を打ちたいということはよくあると思います。その場合はリンクスタイルのプラスボタンを押せば、その設定を記憶させることができます。別の場所に文字を打っても同じ設定で打つことができます。リンクスタイルはいくつでもパターンを記憶できます。文字を打って別のスタイルに変更もすぐにできます。まあ、同じスタイルの設定で文字を打つというのはここを利用しなくてもタイムライン上の文字クリップをコピーして文字だけ打ち直す方法もあります。多くの人はこちらの方法でやってますね。
また文字クリップを右クリックしてモーショングラフィックステンプレートとして書き出しを選択すると、エッセンシャルウィンドウの参照の中にテンプレートとして保存することができます。同じパターンでテロップを入れるときはこれも利用してください。保存したテンプレートをシーケンスの上に置いてください。あとは文字を打ち直せばいいわけです。最後にロールテロップの作り方を説明します。まず文字を打ちます。何行かの文字を打っておきましょう。そしてこのレイヤーの部分ですけども、T マーク以外のところをクリックしてください。すると縦ロールというのがありますから、ここにチェックを入れてください。ロールの長さはシーケンス上の文字クリップの長さを調整します。再生するとこのようにロールテロップになります。なお、ロールテロップに関しては別の解説動画を用意していますので、詳しくはそちらの方をご覧ください。エッセンシャルグラフィックスだけでなくて、フォトショップで作る方法なんかも解説しています。まだまだ説明不足もあると思いますけども、一つ一つ覚えていってください。